です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、織江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。それでは今日も質問に答えてもらいたいと思います。今日はね、すごいところでね。ね。ポンギヒルズですよ。ね。YouTube ですよ。YouTube なんたらスタジオ。スタジオです。なんちゃらスタジオですか。YouTube なんちゃらスタジオから。スタジオからお届けします。はい、お届けします。よろしくお願いします。お願いします。それでは今日の質問です。昔からホリエモンのファンだけど、みんな起業しなよと安易に人に起業を勧めるのが理解できません。ホリエモンみたいによほどの才能があるならともかく、その辺のあんちゃんが起業して本当に成功すると思ってるの？ひろゆき氏もドワンゴの社長さんもホリエモンのこの考えに対して反対してましたよね。具体的にどういう賞賛があって人に起業を勧めるのか教えてほしいですという質問です。はい、今日も質問答えていきたいと思いますけれども、はい、昨日に引き続いて、はい、アイスマン福留です。よろしくお願いします。なんかちょっと最近慣れてきたよな。いや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 、もうだってもっとちょっと初心に戻った方がいいんじゃないですか。初心に戻ってね、はい、そんなんだったっけな最初なんだって最初ね、ね、結構もうちょっと初々しかった方がいいね。初々しかった、ね、いや初々しいじゃないですか。最近ちょっとなんか慣れてきてさ。いやもうだってもう段取り分かってるから。とんでもないですよ。もう席に着くタイミングたバッチリだもん。夏になったりとかしたらもっと調子に乗りそうで。いや違う、あれですよ、夏になって忙しくなるからちょっと出れませんとか言われちゃったら。いやもう最優先、最優先で。だからもう帽子合わせてきましたからね。ね、今日ちょっとペアルックみたいになっちゃった。ホリエモンチャンネルということなんですけれども、はい、行きましょう。質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、私はこう答えました。はい、別に成功するまで何でもやればいつ、うん、何度もやれば、いつかは成功するし、うん、周りの成功してる社長とか見てても大して能力ない人ばっかりだからというふうに答えました。うん、ほうね、アイスマンさん、はい、起業な、あの能力ない人ほど起業した方がいいんじゃないですか。あ、本当ですか。なんか勉強になるじゃないですか。うん、僕大失敗してますからね。大失敗してますよ。もうね、トラック運転手で起業したんだから。そうなんですよ。え、トラック運転手やってて、はい、アイスで起業したんですか。そうなんですよ。いやいや、それはもう最近ね。もう最近。昔は違うんだよ。 IT の方にあの堀江さんの記事を見てね、うん、こう僕起業したんですよ。そっか、真に受けて。真に受けて、はい、真に受けて、ね、IT かこれからはっていうところで起業して、まあ、起業して本当に失敗しましたけど、うん、でも本当にあの起業した時は失敗したらまたトラック乗ろうぐらいな軽い気持ちでやってたんですけど、まあ、まあ勉強になりますね本当にいろいろ。ドワンゴの川上さんが、はい、そのね、すごく進めてないのは、うん、責任感強いですよね彼、うん、あんまりだからそういうの考えすぎるとできないよね、うん、なんか家族に迷惑かけちゃダメだとかね、うんうん、なんかねあんまりこう楽観的、はい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 、どうにかなるかみたいな感じの人の方が、なんか家族に迷惑かけちゃいけないとか、うん、なんか貧しい暮らしをさせちゃいけないとか、うん、大事なお金はどうのこうのとかっていうふうに考える人には向かないかもしれないですよね、うんうん、てかそういうふうな考え方捨てれば全然楽だよね、うん、むしろ。なるほどな。だって失敗したっていいんだもん、うんうん、考え込まずに一緒に頑張りましょう、はい、本当にそれが大事だと思う、はい、うん。今日アイスないの？あ、アイスあります。やった。忘れた。これはなんかすげえな。ちょっと何これ。今回ね、南国土佐のこれ、これさん多分バナナだ。結構ね、あの結構素材重視でこう無添加のこう、現地で採れた素材を使って作ったアイスですね。久保田食品っていうところですね。これ東京でも売ってんの？売ってます。あのナチュラルローソンかスーパーとかその辺で買えますね。あ、バナナ、超バナナ、超バナナ。あ、これうまいよ、うん、もうライバルはもうバナナそのものですよこれ。いや、これ、うん、ね、美味しいですよね。美味しい。なんかアイスの番組みたいになったけど。そうそう。いや、今回アイスマンさん、うん、超全部ヒットですよ。全部ヒット、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。メルマガの登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル、YouTube チャンネルもよろしくね。